そうやね、やっぱり最高やね、これがね。ここそういうことやわ。そうそう、こう。こう行って、仮駐車場がどこかあんねやろ。そう、まあ、こっちから行ってみよう。これそうやな、ここ。守るかい。これが JR の奈良線でございますけどね。ここからおそらく行けないんだろうな。ここから琵琶があおらしてもらえんの。ああ、今立ち入り禁止になってんのか。お世話をこう。なあ。あらあら。横の道路ちょっと歩いてみよう。怖いよね、これ。これはダメやわ。はい。これは全然、見当違いでございます、これ。この山の上やろうな、おそらくな。本来ここから上がれたんだな、昔はな。今、あかんのかいな。はい、やめときましょうか。連絡する人おんのかね。そうするとこれをバックして、これちょうどど真ん中を貫いてんだろうな、これが JR が。じゃね、あら、ここ家が建ってるのかや。前方にお家が建ってますわ、これ。まあ分からんじゃ分からんわな、こんなもん。山のね、山の中やったらやるし。ここはじゃあ駐車場ということかいね、これ。なんか駐車場も止めにくいような感じになってんね、これ。JR 渡ってやから。先のとこ左、右で渡ってやる。ここにもお家が建ってるんだよね。下は豪華なかったんだろうな、これ。あの上にね、家が建ってるんですよ。はい、これね。ということで、さっきの道でよかったのかね。これやな、これ左やな。おそらくさっきの道まで帰るのやろね。もう JR や。この道はこれなかったんかね。これないんだろうな。うちが建ってんだろうな、おそらく。このど真ん中をね、これがおそらく前の残りかもしれんな、これな。これ、残りや、これが。ほんであれやろ、そのど真ん中来たんだわ。残りが残ってんだよね、これ。ほら、お家になってんだよね。うわーっと残ってるよ、向こうまで。
この下降りて。はい、行きましょう。レンガ城のこれ昭和の初めかね。これ明治で作ったんかね、これ。すごいね。ずいぶん時間経つけどね、もうスタートしてからなかなかね、探すのが大変でございまして、これ水だらけやけど、ここ水がいっぱい流れてるんだけどね、何にも見えないね。はい、だからここは公園墓地とかね、ここからね、公園墓どこから上上がるんやろうね、どこから上がるでしょう。こちらの方は山ですよ、これは。個人の持ち物というようなこと言うてあるけど、竹やわ。おお、ここ。なるほどなるほど、こうなってる。ここから上がるの。なんか辛いね、これ大丈夫かね、これ。お、いいことやね。一応歩いた人が後はあるけどね。いやー、もう腐ってますよ、これ、これ。危ないね、これ。誰かこれ、焦げたかもしれんね、これ。はい、頂上。金剛山かね。胸庭に似たって山がそこあるけど、胸庭じゃないけどね、4人での雰囲気ね。ちょうど真ん中をね、これは山のもうちょっと先はまだあったんやろね。あそこがあそこからずっと高なったんやかね、公園部は。これ全部公園墳かね、これちょっとわからんね。あとで最後見てみようかね。下水がいっぱいでね、大変なんですけどね。ここまで来れんねや。これひょっとするとね、なってんだけど、ちょっと形がわからんね、これじゃ削られてるから。JR が通ってます。JR が。気づかれて分かりませんわ、さっぱり。暑い。崩れてますからね、危ない。これなんか上がられへんね。これやっぱ縁です。高さが下から20メーターぐらいあるんやからね。これ山削ったんでしょうね、これ。
これは明治か大正時代のものなんでしょうね。レンガで作りですわ。どっか入ってないかね、これ。ああ、何も書いてないね。はい。何か書いてあるな、これ。時代がすごいよね、これ。さっき来た道かね、これ。ちゃうな。山城中学校、木津中学校です。山城中学校やったんかい。つばえ西垣内。この建物や。話聞いてるわよ。